リズム、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 リズムチャンネル。皆さんこんにちは、上田劇支配人の長岡です。本日はこちらの作品、最初の晩餐を紹介させていただきます。こちらの作品、2月1日土曜日から都館上田劇にて上映の日本映画となっております。バラバラであった家族が、父の死をきっかけに、一度家族でお通夜に集まって、強振る舞いで出された目玉焼きをきっかけに、家族の思い出を、振り返っている映画となっております。食事を通した様々な人生であったり、何かこう食事に自分の人生が添えられているような、そんな作品となっております。こちらの作品、上田ロケ作品なんですが、なかなかまだ見られていないという方もたくさんいるかと思います。とても素敵な作品で、本当に上田で撮られた作品の中でも本当に傑作と呼べる作品ですので、ぜひいろんな方に見ていただきたい、映画となっております。さらに、2月の1日土曜日には常盤志郎監督がいらっしゃって、舞台挨拶も予定しておりまして、その他にも様々な関連イベントも予定しております。2月1日土曜日から3月1日日曜日まで1ヶ月間長い間上映しておりますので、ぜひ皆様にご覧いただきたいです。皆様のご来場お待ちしております。